現お客様を迎えるトータルアイデルウェア NEC ファシリティ。高い技術力とイノベーターの目線で社会価値を創造するソフトウェア&サービスカンパニー。いつかを今に変えていく NEC ソリューションイノベーター NEC。 私たち NEC の本日は上海ユーロステーションに新型が出演しております。社員のトルコ料理絶品ケバブやアメリカンドンドポテト白ワインに塩を提供する絶品ケバブや、本場ブラジルのシュラスコマシーンを使ったシュラスコプレートが絶品のビアーズキッチン。神奈川県産サバ肉を使い、少し甘めの自家製タレにつけて炭火で焼いた食べ応えのある豚バラ丼を提供する炭火焼きバーヤのトンドン屋など、さまざまな高級メニューをご用意しております。試合前の届きをぜひお楽しみください。引き続きご案内です。スポーツ予想アプリナンドラでは本日の試合予想を実施しています。上位1名には選手サイン入りチーム T シャツをプレゼント。さらに現在スペシャル企画として川崎スポーツパートナーの一員である富士通レッドウェーブとコラボクイズを実施しております。クイズの上位者には豪華チームグッズをプレゼントいたします。詳細は入場時に配布したチラシをご確認ください。ナンドラをダウンロードしてご参加いただき、ぜひチームグッズをゲットしてください。ここでご来場のクルーの皆様にお知らせです。2023年 NEC レトロフェスは総合45周年を迎えました。大型ビジョンにて45周年の歴史を振り返るヒストリー VTR をご覧ください。手をつないで入場しているのはフェアプレークルーの皆さんです。ここでご参加いただいたフェアプレークルーの皆さんに選手から記念品の贈呈がございます。フェアプレークルーの皆さん、選手の方を向いてください。それではフェアプレークルーの皆さん、もう一度正面を向いてください。ご登場の皆さん、今一度選手とフェアプレークルーの皆さんに大きな拍手をお願いいたします。それでは選手の皆さんはアップを開始してください。この後コート内ではチームによるボール練習が行われます。ボールの行方には十分ご注意ください。またご自身の発言を2人での写真や動画の撮影についてもフラッシュを使っての撮影は禁止とさせていただいております。お手元のカメラのフラッシュ機能のスイッチがオフになっているか今一度ご確認ください。2023-24 ウェディング陸上は女子レギュラーと町中参加出級全シレプロゲット内 AT マーベラス両チームのスターティングメンバーをご紹介いたします。はじめに AT マーベラススターティングプレイヤー7区ヘッシュプトラー7区5和田久美子7区田中フェンビー
それではこれより富士通レッドウェーブ藤本明希選手による始球式を行います。25名です。